幸福なまあ夫婦生活を送るにはまあどうしたらいいかと非常に離婚が多いわけですありますしまた仮面夫婦というのも結構多くてですねその一つの理由としてですね私はえ多くの人が建前論にえ落ち込んでしまってですね それで本当にの人生っていうものを正面から見ていないからじゃないかと思うんですね。まあ、非常に簡単に言うとですね結婚というのはもともと愛情とは関係がないんですよ。<laughs> そういう上何なん,なんですけどやっぱり結婚というのはですね子供を作るための行為なんですよね当たり前なんですけどそれで子供を作って家庭を持つということがやっぱり人生に幸福をもたらすんですよ実際上、まあ、いろんな理屈はありますよ。独身主義の人もいるし それから結婚して子供ができないという場合もありますこれはまあ全然別の問題で、えー、必ずしも人生はですね送ろうとしたら交通事故に遭う時もあるわけですからねこれはまあちょっとこういう例外事故は持って出さない例外っていうほど少なくはないんですけどもねまあ子供がいない場合もあるんですが一応結婚というせあのやりな目的は何かあったら男女が一緒になって、えー、子供を家庭を持ち子供を作って 人生を送るという非常にノーマルに適切なことの一つなんですね。ですから愛情とは一応無関係なんですよ。ただもただですね、えー、どうしても愛情が湧いてきます。あの特に結婚した当時なんかはですね、それはもうそういうふうにできてます。また心理がですね。ですからまああの見知らぬ人とお見合いをもしてもですね。 ある程度付き合って気が合うとですねやっぱり若い男性女性はですね愛情が芽生えてくるんですねで芽生えてきてき結婚しますだから結婚するる瞬間は愛情もあると言った方が標準的なんですねただ昔のお見合いの結婚も悪くなくて私あお見合いの世話を意識してるんですがやはりね愛情っていうのは結婚前に湧いてくる時もあるし結婚後にだんだん湧いてくる時もあるんですね。 つまり結婚そのものは愛情とは関係がないのでしたがってそういうことになるわけですね。なのでしかしある程度経ちますと今度は男女としての愛情は夫婦間では薄くなってくるのも当然なんですね。それは元々結婚というのは愛情に関係ないし、まあ、えー、それが湧いてくる形で、えー、愛情があるわけですが、まあ僕は半年なんて言ってるんですけどね。 3年とか言ってるんですけど、まあ、大体そういうい期限ののあるものですねそれからその夫婦の間もしくは子供ができたら子供家族というのはですね今度はどういう愛情になるかというとやっぱりそれは家族の愛情なんですね家族というのは非常に愛情深いものなんですよ男女の愛情とは関係ないんですねあの家族としてつまり群れ僕の言ってるのは群れとしての愛情ですね、えー、日本人同士の 親しいとかそういうのと一緒の群れとしての愛情っていうのが湧いてくるとそうすると今度はですねそれで生きていくわけですそれが非常に大切で大切っていうか意識しなくてもそうなってきますよ毎日毎日一緒に生活してしたらもう病気してあったら大変だ助けなきゃお父さん倒れた大変だってこうなるわけですねそののお父さん倒れた大変だっていうのは 男女の愛情とはちょっと違うんですよ。これはやっぱり家族の愛情なんですね。で僕は男女の愛情は結婚してせいぜいあっても半年から3年つってるんですね。それから後は家族の愛情で結ばれていくわけです。固い愛情ですね。親子の愛情兄弟の愛情それを育んでいく必要があるんですね。育んでいくつのはそれに反しない喧嘩なんかあまりしないと。 それからもう一つ非常に重要なのはですね同じ生活をしないっていことなんですね、まあ、これは反論の人がいるでしょうけどやっぱり男と女っていうのはねやっぱり楽しいことが違うんですよ。男は飲む、打つ、買ううとかこうなりますでしょそれから女性はおしゃべり食べる買い物ってこうなるわけですよ。それはねだからこそ男女が結婚していい生活ができるわけですね。まあ 体のことを言うとちょっと,とあの角が立つんですが女性の体と男性の体は違うんですよ。一体となって、えー、家庭生活を営めるようになるし一体となって子供も生まれてくるんですがあくまでもそれは男性と女性だからなんですね。違うからこそいいとこういうふうにも言えるんですね。で体が違う考えが違う例えば脳の構造も違う。 まあこういう人がですね二人いたとするとまあ男同士と考えてもいいですね性格が全く違う片方は絵を描いたり音楽聴いたりするのが好き片方は機械いじりしたり編んだりしたのが好き女とか男とか言わないで二人の人間がそうだとするんすねそれがいつも同じことを二人でやろうとするとやっぱりうまくいかないんですよこの前あの貴乃花さんと若野花さんの話の時ね私はこう言ったわけですね 兄弟というのはできるだけ考えが違った方、性格も違った方がいいんですって言ったのね。もともと両性生殖というのは、親と子供が2人いたら、4人いますよね。オスメス、子供が2人、2匹っていうか、その4人がそれぞれ性格、性能が違うから生き残るために両性生,生殖というのは誕生したわけです。同じ子供を産んだらですね、例えば親に似た子供で、 子供をみんな似てるっていうのを産んだらですね、全滅しちゃうんですよ。だから違うわけですね。それを説明したんですよ、テレビで。そしたらね、その後に教育の人のコメントが入りましてね。だから、兄弟はできるだけ早く別のことをさせた方がいいって言うんですよ。同じ職業なんかさせるとね、必ず兄弟別れるって言うんですね。それはその通りなんですよ。で、夫婦もそうだし、兄弟もそうなんですね。ですから、 私はですね、えー、その現実をきちんと認めるそれはいいことなんですからねだから、えー、お互いに家族の愛情を持って強くあの結びついてはいるが日常の生活はですねまあ例えば批判されたあれなんかいいんですよあの「えー、主元気で留守がいい」ってこれ本当なんですよね。こういうのをね批判するマスコミがそこが浅いんですよ。それから 私にも移せますっていう女性は機械に弱いっていのいいんですよこれなんでいいかったら女性を全然バカにしてないんですよえ、全然バカにしてないんですねえ、女性はメカに弱い男性は一般的にメカに強いこれ事実ですから何も女性差別でも何でもないんですよだその代わり女性は愛情細やかだし言葉数もきちっとしてるしコミュニケーション能力も高いんですからね良い,い面と悪い面というか不足している面とか特徴があるわけですよ 特徴があって悪いなんていう人いないん人ですよ、ね、イチロー選手は野球が強いとじゃあイチロー選手は物理学はどうかっつったらそれはもしかしたらよくできるかもしれないけどそれは一人一人,一人であってって誰も文句がないのに男女関係だと角を立てるる人がいるんですよ女性は子供を産むのが大切だって言った校長先生が辞めさせられたりしたけどなんでですかね女性は子供を産むの大切ですよ。 非常に大切ですよねだって女性が子供を産まなかったら人類は滅亡しちゃうんですからだから結局ですね幸福な結婚とは何かったらまず愛情とは無関係に結婚する無関係っていうか、まあ、愛情は湧いてきますからねれでまあ半年から3年は男女の愛情があってもいいそれから家族の愛情を大切にしていく家族の愛情っていうのはお父さん倒れたから大変だ もうであの病院に運ばなきゃっていう愛情なんですよ別にあの同じことをするっていう愛情じゃないんですねそれで家族がいつも、まあ、まあ言ってるよりは別々のことをしてそれで一緒にご飯食べたり一緒にお墓参りするっていう時は楽しくやるということなんですねでたまには家族もたまには一緒の方がいいっていうぐらいだというふうに思うんですねじゃあ私が今そういった今言ったことは 現在の結婚観とかなり違うということがわかると思うんですけども現在の結婚観はですね夫婦は愛してなきゃいけないとかま,あまして男女として長い間愛してなきゃいけないとかですねそれから同じことをしなきゃいけない趣味が同じ,じなきゃいけないとかですねそういう建前論に支配されちゃってるんですよ。で面白いですね。論に支配されてて夫婦の間がうまくくいかなくて 不幸な人生を歩いてるんですよそんな馬鹿らしいことないですね早く建前論から離れて本当に自分の人生を幸福にする自分の人生が幸福だってことは本当にいいことなんですね幸福にやれるようにした方がいいんじゃないかと私はそう思います